ンポン。こんちは、私は恋のキューピッド。あれ、なんや、なんか変な物体が話しかけてきたような気が、見間違いかな、疲れてんのかな、もう一回。私は恋のキューピッド。うんだ、やっぱなんかいる、気持ち悪。恋の弓矢で、あなたのハートを狙い撃ち。じゃあ弓矢を持て。はあ、恋のキューピッドね、誰か身近に恋してる子でもおるんか。あなたは今、恋してますか。探してんじゃねえよ。あかりちゃんは今から恋こぼれ女子、恋決定。何勝手に進めてんだてめえ、ふざけ。可愛い恋こぼれ女子な感じでおなしゃす。はあ、まあ得意分野やからいいけど。え、うん、ドキドキが止まんないよ。どうしよう、せーぬく。恋こがれ女子の可愛いドキドキだよ、しばくぞ。うん、かっこいいやな。どうにかお近づきになるいい方法ないかな。一人じゃ思いつかないよ。誰か相談に乗ってくれないかな。てめえさっきから何遊んでんだ。ごめん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 。うん、困ったな。お任せあれ。あ、あなたは。私は恋のキューピッド。ここがやねん。え、こことかそっくりでしょ。そっくりも何も何それ。だから恋のキューピッドの上でしょ。なんでその要素抜き出したんだよ。まあ細かい話はいいんですよ。早く恋話しましょう。はあ、え、あかりちゃんが恋こかれてるホルスタインはどの子。誰の好きな相手が牛だって、うん、言ってみ。ジョーク、キューピッドジョーク。実は好きな人がいて。ふむふむ。でもそんなに話したことないし、何話せばいいかわからないし、私じゃやっぱりダメですよね。かもね。励ませやクソキューピッド。まずは共通の話題で距離を縮めていきましょう。なるほど。あかりちゃんの場合だと、いきなりステーキで頼むステーキサイズから話題を広げるのがいいですね。どこに広がるんだそれは。会話はつかみが肝心ですよ。つかめるのは会話か、胃袋か。やだな、つかめるのはあかりちゃんの。あ、うわ、なんやこの惨状は。あはは、実はな。へえ、恋のキューピッドね。そうなんや、マジ疲れた。ん、ということは、あかりは好きな人おるんか。え、いや、それは演技の中の話で。うわー、大変や。おい、あおい、ついだちゃん。おい、あかん、先生もなんかいいや。あかりちゃんは今恋心で女子らしいですよ。いやあああああ、え、誰が好きなんですか。なんか広まってる。うちが好きなのは、部活のみんなかな。すまん、突っ込んでくれ。